東京オリンピックの開催まで160日余り、そしてパラリンピックの開催まで200日を切りました。沼津市では今日、県がイベントを開き、実際に聖火リレーで使われるトーチが展示されました。今日のイベントには、リオオリンピック陸上銀メダリストの飯塚翔太選手や、リオパラリンピックボッチャ団体銀メダリストの杉村英孝選手をはじめ、県内ゆかりのアスリートが参加しました。オリンピックの聖火リレーで実際に使われるトーチも展示され、多くの人が記念撮影をしていました。すごいですね。触れるっていうのがすごいですね。なんかいい気持ちになりました。はい。会場ではボッチャの大会が開かれるなど、オリンピックやパラリンピックの雰囲気を間近に感じられるイベントでした。